日刊現代は菱田氏生姜能登半島地震の被災者施設をわずか7分しか視察せず、その後に経団連関係者と2時間半の会食を行ったことを批判的に取り上げています。記事は首相が被災者に寄り添うと言いながら実際の行動が伴っていないことを指摘しています。具体的には短い視察時間が被災者支援を軽視していると受け取られ、経済界との会食が優先されていると感じられることが問題視されています。菱田首相は6月の初めに地震で被害を受けた能登半島の被災者施設を訪れました。しかしこの視察はわずか7分間という非常に短いものでした。記事では首相が視察の際に避難所で暮らす被災者たちに十分な時間を割かず表面的な対応に終わったことを批判しています。一方で同じ日に経団連の関係者との会食には2時間半も費やしており、この対比が浮き彫りにされています。被災者施設での視察が短時間であった一方、経団連との会食が長時間にわたることから首相の行動が経済界に寄り添っているとみなされる可能性が高いです。記事ではこのような行動が被災者支援の優先度が低いと感じさせることを問題視しています。特に視察後に経済界との会食に多くの時間を割いたことで被災者の声を聞くことが後回しにされているという印象を与えています。さらに記事は政府の災害対応のあり方についても言及しています。視察が形式的なものに終わり実際の支援が不十分である場合、被災者の不満が募るとしています。この記事では政府が被災者の立場に立ち、より具体的な支援策を講じる必要があると訴えています。総じてこの記事は岸田首相の被災者支援に対する姿勢や行動を批判的に捉え、経済界との関係を優先することの問題点を浮き彫りにしています。被災者の立場から見ると短時間の視察と長時間の会食の対比が政府の姿勢を象徴しており、より真摯な支援が求められていると感じられる内容となっています。